いいよ、いいよ。2、1、ビクトリー。はい、ロックの現象にザです。オンです。コジャです。ナイスガイスガイです。イヌイです。東コンです。本日は、はい。はい、英語禁止人狼、イエーイ。ということで、今回は人狼ゲームをやってもらうんですけども、はい。はい、途中で英語を使いますと、その時点で即追放されていく。厳しい。即追放、はい、村細かいルールは後で説明するので、はい、ゲームスタートです。ぬわにもう、え、もう始まったってこと？はい、一つと申し上げたいのだが、はい、英国以外の外来の言葉を発することはいいことを聞いている、いいことを聞いている。確かに、まあ、セーフですかね。許可が降りたぞ。Ich bin zwei und dreißig Jahre alt。 それ英語になって辞書とかに載ってたらアウトだからされますよ。あ、辞書とかに載ってたらアウトだからされますよ。アウトだからされますよ。あ、犬い、わってた方がいいんですか、これは。はい、もう大丈夫です。早いよ。何やってんだよ。まだ役職すらルールを振られてる。ルールを振られてる。ルールを振られてる。あ、こうちゃん、やばい、追放。弱。今回は6人でプレイします。いいえ。今からルール説明とか役職カードを配るとかするんですが、すで、うん、にランダムで皆さんの役職は決まっています。確認したいんですが、はい、この時点でいやいや、早く行こう。終わっていますか？終わっていません。もう追放された人たちはこの人怪しいとかももちろん言っちゃいけないし、うん、今の英語だよも言うのはダメ。もうなんだよね、結構楽しみにしてたのね。これ夜が一番安全。確かに保育室に一人ずつだからね。はい、それではカードを確認してください。札をね。よろしい、よろしい。では一旦皆さん目を閉じてください。0日目の夜でございます。さあ目を開けてください。1日目の朝がやってまいりました。議論を始めよう。まずやるべきことは、まあやはり占い師が生きているなら名乗り出るんじゃないですか。そうでしょうね。いや、そうか。え？いや怪しいぞ。こやつ。本当にそうなんですけど、占いです。はい、これって昼一人追放して間違ってた場合は夜一人襲撃されて終わり。終わり。終わり。終わるね。昼に追放者が出ないという場合は存在しますか？同数だった場合は決選投票して、決選投票も同数の場合が一応起こり得ますね。その場合は追放者なしにしましょうか。なるほど。あ、なし。占い師がどのような情報を持っているか次第。確かに。じゃあもうというかシンプルに、ほぼ確実、うん、シンプルに、ほぼ確実、うん、か、シンプルに、ほぼ確実、うん、か。伊沢追放。くそー、これはやってしまった。ではもう遺言も残さず無言で出してください。終わらない。伊沢の追放で試合が終わらない。終わらない。ちなみに僕が占ったのは、はい、モンちゃんで、はい、モンちゃんは人狼なんですけど、伊沢さんを間違って追放しちゃったなみたいな素振りまで演技してて、面白いことやるなと思って僕は見てましたよ。伊沢追放。くそー、くそー。これもう私村人で、私も村人でいいですか？まあ一つ言うならば、須貝さんは裏切り者なのであれば名乗り出て二人で結託して僕を追放すれば勝てます。違うんならモンちゃんを追放したら勝てます。僕は村人で、どういう作戦で今まで出てきてなかったんですか？出てきてないというの、占いの結果を共有しなかった理由。まあそれは占い師ですと言ったにもかかわらず、誰を占ったのみたいな話を全く誰もしないから、なんか
会話がしたいのかなと思ってそう、これ僕目線ではゴンは門を人狼と言っている。ゴンが正しいなら門を追放したい。じゃあゴンが嘘つきならば、はい、ゴンを追放したい。そしてこの状況で終わってないということは、はい、人狼はいます、はい、それが確定した上で自分が裏切り者だと思ってる人はもう名乗り出れば人狼と結託して最後の村人側を追放すればいいので、はい、名乗り出てない時点で裏切り者はいないですね。したがってこうなので門が主張してほしい。僕は村人です。本当の村人、ただの村人、役職なし、はい、でも確かにこの日が始まった直後は門の口数が少ないなとは思いました。人狼は自分が出現した瞬間に敗北が確定するので、そうですよね。それはでも終了です。1日目のが終わりました。この昼間の会議で誰を追放するのかを多数決で決めていきましょう。せーの、門2票、ゴン1票ということで門が追放されることとなりました。この結果、村人サイド勝利です。どうしようもない。やったー、すごいナイス。まだ乾と俺は自分が勝ったのか負けたのか分かんない。状況整理しますよ、はい、もう普通に喋っていいってことですよね。うん、はい、エクサレントケーリング。いや全然エクサレントゲームじゃない。あー、静止画。人狼がいなくなったので村人サイドの勝利なんです。はい、はい、ということは占い師や騎士や村人の方は勝利で、うん、人狼の方と裏切り者の方は敗北しております。はいはいはい。で、裏切り者かどうかが皆さん自分で分かってないですね。この2人、そうか、この2人が大事だってことだな。伊沢さんは絶対に違う。俺はね、違う、言っちゃうと村人でした、はい、ゴンは占いで確定だよね。占いです、ね、一発人狼引きですね。須賀さんも村人、はい、僕はただの村人、うん、一発人狼引きです。僕は人狼です。はい、だから騎士か裏切り者の、そうか、マジで勝ち負けが分からない。ではカード確認してください。せーの、よし、勝ちやったー。よっしゃー、なんでよっしゃー、なんで俺がこうちゃんよりしたのに意味わかんない。でまあ、もう一回ぐらいやりましょう。あ、そうか、やりましょう。まあね、さすがにもう一回やろう。もう一回。じゃあ次は英語の指摘は僕もします。指摘しないことが戦略に含まれてるというのはあって、え、でもさ、そしたらほとんどさ指摘しなくない？なになっちゃう、ね、そうそうそう、からやっぱ指摘はあった方がいい。うん、では第2ゲームスタート。緊張するね。緊張する、マジで初めてだから。初めてだわ、この人。本当に経験の差があるんだ。じゃあオープンしてください。よろしいでしょうか。では皆さん目を閉じてください。では皆さん起きてください。おはよう、やってまいります。はい、はい、私が、はい、はい、やったわ、最悪。主張聞こうよ。はい、青年の主張。私は言っていいよ。須貝さんを占いました。須貝さんは村人でした。つまりは今手を挙げたということはですよ。皆さんもう分かりましたか。須貝さんは裏切り者、こうちゃんは人狼です。伊沢さんが本物だからね。本物だね。本物だね。はい、じゃあ僕いいですか。はい、どうぞ。僕は乾さんを占いまして、はい、乾さんが村人でした。はい、はい、何の成果も。僕も乾さんを占って村人でした。うん、はい、無難ですね。無難というかね、この3人の中にいるというのは間違いない。この3人が絶対内訳が、本物、裏切り者、人狼、全員に同時に外国語を発させれば勝ちます。本当の占い師は死んでください、うん、で厳しい。そうすれば3対2になるので、うん、僕ら3人は結託して片方に票を集めます、うん、その人は追放されます、ね、夜誰かが追放されても翌朝勝ちます、うん、そうね、いいですか。その上で、その上で、お前人狼がこうちゃんのもっと喋って、いやいやいや、もう一回だけ言って、もう一回英語喋って、急放さんで、ちょっと待って、やめて、分かってないもん、いくぞ。いいよ、いいよ。3、2、1、フィクトリー。じゃあ、こうちゃん、追放ね。では、追放です、追放ね。他にも英語を言ってくれていいんだよ、別に。そう言わないんですか。僕らは
生き残る必要があるのでもう喋りません。これで俺らが言ってる。何喋りませんってさ。僕らはおいこれどうなってんだよ。動画だよ。問題問題問題があるんだ。問題英語足首につけるアクセサリーのことあ、やばい。今日の注文はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知もオンにしてください。概要欄に、Twitter や LINE の情報もありますので、そちらも見てください。それではさよなら、またね。どうにか誰かに外国を出せるしかないよ。いやもうちょっと天才の作戦だったね。天才出た。そして同時にこのゲームはもう終わりだ。もうできねえ。あ、ちなみに姉さん騎士だった。あ、騎士でしたよ。どうでもいい。どうでもいい。どうでもいい。まずいい。はい、ということでね、今日はね、英語禁止人類やってきましたけどね、飛んだゲームでしたね。面白かった。いや、第2回をみんながもう望んでくれるならいくらでもやりますよ。ほんとねえよ、悪いでしょ。役職数変えるとね。あー、確かにね、アメリカ人って役職追加しちゃった。なんだ、正直一人だけ英語喋ってても追放されない。なるほどね、それ面白い。面白いですね、皆さんもちょっとやってみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、明日もコメント、サブチャンネル、絶対よろしく。さよなら。いろんな YouTuber さん真似してみてね。これ面白かったね。